過敏性腸症候群は、主として、大腸の運動及び分泌機能の異常で起こる、病気の総称。検査を行っても、炎症や潰瘍といった器質的疾患が認められないにもかかわらず、下痢や便秘、腹痛とそれに関係する、便通異常が、慢性的、または再発性に持続する、機能性消化管疾患である。治療法については、 過敏性腸症候群治療を参照。以前は、大腸の機能の異常によって引き起こされる病気ということで、過敏性大腸症候群と呼ばれていたが、最近では、大腸だけではなく、小腸,腸にも関係することなどから、このように呼ばれている。20から40歳代に多く、ストレスの多い先進国に多い病気であり、特に芸術家など繊細で神経質な人ほど、かかりやすい。 一時的なストレスから発症することから神経症、うつ病の一種と考えられることもある。また、胃腸の身体的症状のみならず、めまいや頭痛、動機、肩こりなどを伴う自律神経失調症状や、睡眠障害、不安、気分の落ち込みによる、うつ病、イライラなどといった精神症状が現れることも多い。罹患すると生活のリズムが狂い、QOL の著しい低下と、 経済損失がもたらされることから近年では重視される疾患である。自識的な疾患ではないが、有病率は10から20%ほどと高い。症状は主に便通の異常である。便形状に基づくローマ法基準により、以下の4タイプに大別される。ローマ法にガス型は記載されていない。症状としては、下痢が多い。大腸で水分が吸収され、 瓶となり排泄されるが、その際に何らかの原因で水分の吸収が正常に行われないと下痢となる。その原因としては、腸の運動を司る自律神経の異常による大腸を中心とした消化管運動の異常、消化管近く域値の低下、精神的不安や過度の緊張などを原因とするストレスが最も大きな要因とされ、さらにライフスタイルの歪みなど、 複合的な要因が指摘されている。また、もともと神経質な性格であったり、自律神経系が不安定であったりする人が、暴飲暴食やアルコールの多量摂取などを行ったり、不規則不節制な生活、過労や体の冷えなどの状態に置かれた場合に、症状が発生する場合がある。一旦発症した場合、症状に脳が固定されてしまう、ブレインドックが起こり、 主因であるストレスがなくなった後も症状が収まらなくなることが多い。検査数値に異常がなくとも症状が続く場合があり、これはストレスに対抗するためにステロイドホルモンが大量に分泌されるが、その際、消化管の血流が一時的にステロイドホルモン作成に回され、その状態が長引くことで腸壁の筋肉の障害が引き起こされ、異常な機能更新、痛み、下痢、 便秘などが引き起こされる。これが前述の脳腸相関のブレインロックである。また、最初は身体的理由が原因で下痢をしたものが、それにより人前で恥をかくという経験を幾度か重ねるうち、学習効果により人前で下痢をすること自体に異常に恐怖心を持ってしまい、長時間トイレのない場所や人目に触れずに、トイレに入れないような場所に行くと不安障害の一種として、 下痢をするようになることもある。乗り物酔いしやすい人というのが、乗り物酔いを繰り返し経験するうちに、また、乗り物酔いするのではないかという予期不安によって、乗り物に乗る前から意識がそこに集中してしまい、さらに酔いやすい状態に陥る現象に似て、パニック障害などとほぼ同じ原理である。近年、過敏性腸症候群には、セロトニンという神経伝達物質が関係している。 ことが指摘されている。セロトニンは、その約90%が、腸内にある。ストレスによって、腸のセロトニンが分泌されると、腸の全動運動に問題が生じ、IBS の症状が現れるとされている。腸は、第二の脳とも言われるほどに脳と神経によって、密接に関連しており、不安やストレスに対し脳からその信号が、腸に伝わることで、腸の運動に影響を及ぼす。 この信号が過敏となり、伝わりやすい状態になっていることで腸が過剰に反応する。ストレス信号を受けると、まず胃からセロトニンが分泌され、腸内のセロトニン受容体と結合し、腸の全動運動に異常をきたし、腹部の不快感、腹痛、下痢などを引き起こす。腹痛、腹部不快感と、便通異常が単独であるいは合併して、3ヶ月の間に、 間欠的に生じるかもしくは持続する患者を対象として、気質的疾患を判別するためのアルゴリズム診断が行われ、気質的疾患が認められないと、ローマ法による診断が行われる。警告症状、超高のうむ危険因子のうむ通常臨床検査での異常のうむ大腸検査これらのいずれか一つでも、陽性であれば、下部内視鏡検査、大腸造影検査、 大腸 X 線検査を行う。アルゴリズム診断が陰性の場合、ローマ法の IBS 診断基準により診断を行う。排便により、症状が改善すること排便頻度が、症状の変化に関連すること瓶の形状が、症状の変化に関連すること2つの以上の項目を満たし、症状は6ヶ月以上前から出現していること。なお、2006年から用いられていた。 ローマ3には腹部不快感があったが2016年に改定されたローマ4では腹部不快感は含まれていない。また、瓶の状態をブリストルスケールで評価し記録すると客観的な評価が可能になる。この症状は精神的なストレス、生活の乱れによって引き起こされることが多いため、症状を改善するにはこれらの要因を解消することが基本となる。 食事療法や運動療法、排便リズムの形成などのライフスタイルの改善から、はじめ、それでも十分な効果が得られない場合には、薬物による治療を行う。上記の生活改善法だけでは改善しない場合は、消化器内科等で下記の治療薬を用いた治療が行われる。比較的短期間で症状の軽減や消失に大きな効果を発揮する。 腸のセロトニンに作用することで早期から確実に症状を改善する薬も開発されている。2010年のシステマティックレビューはメラトニンが腹痛を軽減し症状を改善することを見出した。漢方薬ではすべての場合が適応となる。治療では精神療法と生活指導が重要であり、これと並行して薬物療法を行う。 実際の治療方法は患者によって異なる。認知行動療法も有用である。例えば、行動的技法を用いて重要かつ有意義な社会的活動や運動等を行っていくことなどをサポートしたり、認知的技法を用いて症状に対する考え方の変更や症状以外の事柄に意識を向ける注意転換などを支援したりする。認知行動療法として曝露療法の一種である。 内部感覚エクスポージャー、現実場面へのエクスポージャーや認知最高成法も有効であるとされている。具体的には、超症状がある中でも行動をしていくことで、超症状に関する不安があっても行動するうちに収まっていく、超症状に関する不安が現実にはならないという実感を得たり、超症状に対する捉え方を変えていくことで、超症状は誰にでもあることで、 自分だけではなく恥ずかしいことではない。自分が他者の症状に気づかないように、他者も自分の症状を気にしておらず気づかないという考え方を形成したりすることをサポートし、超症状への不安に対処できるよう支援していく。さらに、マインドフルネスの技法や症状を持ちながらも自分にとって価値のある行動を活性化できるようサポートするアクセプタンス コミットメントセラピーを用いた支援も効果的であるとの報告がある。ありがとうございます。